いやもうね、すっかり冬ですね。冬の釣りは1に忍耐、2に我慢、3に坊主と、まあこれが普通ですよね。今日も修行するつもりで頑張ります。まあいくら修行とはいえ目標は定めた方がいいので、今日の第一目標カンバヤ、第二目標魚類全般、こんな感じで頑張ってみようと思います。それでは今日はこの辺りで練り柄を使って竿を出してみようと思います。あ、水はねかなり澄んでます。なんかでっかい木の枝が沈んでるな。この辺はね、水深はそれなりにあるので何かが釣れるんじゃないかなと、そんな淡い期待は持っております。なんかこう小さい当たりが出ますね。あれは及川かな。何かが餌いじくってるな。よし、何か釣れました。何かが釣れました。なんだろう、早かな。ああ、なんかちっこい早が釣れました。はい、釣れたのはまあ20センチあるかないかっていう感じの早です。でもまあ釣れりゃいいや。あー、釣れた釣れた。また何か釣れました。よっ、お、小さい。おお、これはハスだよ、ハス。あー、練り柄でハスが釣れちゃったよね。え、まだハスが釣れるのかよ。日が沈んでだいぶ冷えてまいりました。でもね、今日は風がないからいいですね。これ風があったら大変ですよ、もう寒くてね。相変わらずこう小さいあたりが出ますね。小魚がなんかね餌をいじくってます。あー、失礼ました、釣れました。また小さいです。まあ、20センチはない小さいハヤです。まだ結構小魚がねこうやっていっぱい動いてますもんね。水温が下がったとはいえね、下がりきってないんで、まあこんな感じなのかな。あー、釣れた。またそんなに大きくないやつだ。結構こうちっちゃいのが多いですね、まだね。はい、今回の釣果はこれです。ハヤは釣れたには釣れましたが、残念ながら両型は釣れませんでした。最大サイズで19センチです。それと今回はこのハスと及川がちょぼちょぼと釣れました。それでは今日はこれを塩焼きと天ぷらにしてみようと思います。それではまず塩をかけてぬめりをよくもみ洗いします。今回釣れた中では比較的大きめのハヤ5匹を塩焼きにします。その他は背開きにして頭と中骨を取って天ぷらにします。塩焼きにするやつはもうあと腹綿を出すだけです。
はい、こんな感じでお腹の中きれいになりました。そしたらね、あとは水気を切って塩を振って焼けば出来上がりです。それでこの天ぷらにする方は、頭を取ってから背開きにして腹ワタと中骨を取ります。頭の上半分に切れ込みを入れてから、このように頭をもぎ取ると頭と一緒に腹ワタが出てきます。小さな魚の背開きはこのような小型のナイフを使うと便利です。カッターナイフなんかでもいいんですけどね、今回はこの小型ナイフで行います。腹ワタの残骸などは流水でよく洗い流します。中骨はこのように調理バサミを使うと簡単に取り去ることができます。はい、これで中骨のない状態の開きになりました。あとは普通に天ぷらにすれば OK です。ところで、ハヤは割と骨が硬い魚なんですね。今回のようにあばら骨がついた状態で天ぷらやフライにできるのは、まあ、せいぜい15センチ止まりと考えておいた方がいいと思います。それ以上の大きさ、例えば今回塩焼きにするぐらいの大きさですと、3枚におろしてあばら骨もちゃんと取った方がいいと思います。はい、できました。こちら塩焼きです。そしてこちらが天ぷらです。なんかね、結構うまそうじゃない。ではね、早速食ってみましょう。ではこの塩焼きはね、ちょっとね、こうお醤油かけてね、いきますよ。お醤油かけて、じゃあどれどれ、この辺をね、ちょっと食ってみましょう。うん、なかなかね、美味しいですよ。ちょっとね、小さめだけどね、なかなか美味しいです。ハヤっていうのはね、こう身が柔らかいんですよね。その癖、骨がちょっと硬いからね、食べづらいっちゃ食べづらいんだけど、でもね、身はね、美味しいです、本当に。うん、なかなかね、これいけますよ。じゃあね、ちょっとこう天ぷらもいってみますか。天ぷらはね、このね、塩かけていきますよ、今日はね、塩ね。塩ここにこう、パラパラパラーっとね、かけて。それじゃあこれ、いきましょう。うん、こっちもね、美味しい。こう身がね、柔らかいのがなんかふわふわっとしててね、なかなかいい味ですね。食感もいい。うん、これはいけるね。それでね、お酒は今日はね、熱燗でしょって感じで熱燗なんだけど、これがね、また安い酒なんだよ。あの牛乳パックみたいなの入って売ってるやつね。我慢だから、今回のキーワードはね。ほいでね、安い酒をこう、美味しく飲むために今日は仕方がね、このほら、柚子をね、この柚子の皮を削ってだ。この中にこう入れてみたんだよ。こうするとね、こう安い酒が少しは我慢できんじゃねえのかって、そう思ってね、ちょっと行ってみましょう。うん、いい我慢具合だ。うまいよ、これ。ね。まあ、我慢だなんだって言いながらね、今日もまた美味しい晩酌ができます。これもね、ひとえに、はやくんのおかげです。ありがとう。